今日ですね、僕の地元ガイドツアーをしていきたいと思います。やっぱりなんといってもね、21年間いろんなとこ行ってきましたけど、やっぱり地元が好きなんです。この田舎が好きなんです。この田舎がなんで、田舎のいいところ10個、僕がおすすめするとこと、また自分が初めてで行きたいなって思ったところを10個紹介したいと思います。ではレッツゴー。はい、どうもケンです。まず絶対最初にあげたいのがこの太郎坊です。ここはですね、もう僕の家のすぐ近くにある山の上にある神社なんですけれども、ここはね、勝利の神様がいるっていうので結構人気なスポットであって、でここはなんせ階段がやたら多いんですけれども、この登った先に綺麗な景色が待ってるんで、ここがもうザ僕の故郷っていう感じですね。次はね、滋賀県で有名なお城に来ました。はい、2つ目が日本人なら誰もが知っている彦根城ですね。もう立派なお城でありまして、そこのマスコットキャラクターである彦にゃんはもう誰もが知ってますよね。あのゆるキャラグランプリの火付け役となった彦にゃんです。でこの下町には夢京橋キャッスルロードっていう江戸時代を再現したこう町並みがあります。でここに屋台とかも並んでて、すごく人気の場所です。ちなみに僕は彦根城に1回も入ったことはありません。はい、ってことで彦根城に来ました。彦根城はね、お金払って中に入ったら間近で綺麗なお城が見えるんですけど、僕はどうしてもケチなんで、はい、もう周りから見ることにしました。うん、汚い。今日本では野球シーズン、高校野球シーズンでして、滋賀県も大会を開いております。この彦根城の近くに彦根球場っていう球場があるんで、ちょっと一瞬だけ覗いてみたいと思います。いや、僕もね、4年前か、ここで最後の大会を迎えましたよ。まあ試合にも出てなかったですけどね、最後は泣けました。やっぱり懐かしいですね。あかん、暑すぎて目閉めてきた。飯食いに行きましょうか。やっぱジャパニーズフードでしょ。はい、続いてきました、十二分屋。十二分屋は滋賀発祥のラーメンらしいですね。ここのね、特製カルボナーラっていうのがすごく有名らしいんですけど、僕間違えてこの真ん中のちょっと中途半端なサイズのやつを頼んでしまったんですよね。皆さんはぜひね、この一番大きいサイズの特製のカルボナーラを頼んでみてください。卵を食べようと思ったんですけど滑って落ちる。服を気にする。飛んでいないか気にする。はい、次、今この瞬間です。なんといっても車で琵琶湖を一周できますからね。琵琶湖沿いに走ってみる景色はめっちゃ綺麗なんですよね。でこれが晴れの日やったらもうめちゃめちゃ気持ちよくて、どこ行くとかよりもこの走ってみる時間が一番いいかもしれないですね、僕は。どこに来てるかと言いますと、これ後ろ、滋賀県発祥のサラダパンがあるんで、そこの工場に来ました。で今からその本店もあるんで、サラダパン買いに来ます。子供たちが、いや雷になりそうやな。これが釣り屋パンですね。可愛い入り口で、これがあのサラダパンですね。シンプルにパンの中にたくあんとマヨネーズが入ってるだけなんですけど、絶妙にうまいんですよね。これがで
ドゥのこのサンドイッチもハムとマヨネーズだけなんですけど、やっぱりシンプルが一番うまいっていう。他にもこうやっていろんな種類のパンがありました。うん、やっぱりここは逃せないですよね。琵琶湖です。琵琶湖は日本一の湖ですから。よく琵琶湖は汚い汚いって言われますけど、場所を選んだらめちゃめちゃ綺麗なところもありますから。でここはまあ綺麗なとこですけど、めっちゃ曇ってるんで汚いです。のね、波の音と風を感じて過ごす時間がめっちゃいいんですよね。今はねちょっと夏プラス曇りっていうのもあって、まあ、あんまり見栄え良くないんですけど、秋冬とかやったらめっちゃ綺麗な並木が見れるんでね、いいですよこれは。また綺麗な琵琶湖沿いを走りまして、向かっているのが、日の入りが夜9時だったんですけれども、まさかの5時半に閉まってましたね。見てくださいこのかわいそうな表情。もしらひげ神社はね、昼間とか見たんですけど、夕日を見たことなかったんで見たかったです。本来ならこういう夕日が見れるはずだったのに。白髭神社はねこういう感じで琵琶湖の上に立つ神社ですよね。いやこれは普通に何回行っても感動しますね。琵琶湖の夜景ですよ。見えるかな、ちょっと見えづらいですよ ね。この夜に見る琵琶湖、琵琶湖というよりはその向こう側に映る建物がねものすごく綺麗なんですよね。もう僕は一人ですけど、もうデートスポットとかやったらもう最高ですよこの場所。これワンダフォーですよねこれ。さあ次9個目、9個目の故郷のいいところと言いますと、この滋賀県の水はうまいっていうね。いやまさかの、まあ、滋賀のね水はなんか美味しいんですよね。美味しく感じるんですよね。まあ美味しいっていうのもありますし、まあ、水に困らないっていうね琵琶湖があるんで。ラストは一日歩き回って疲れて汗もかいたので、最後に向かうところは、そうそうです、水春です。なんか調べてみたら大阪が第1号店らしいんですけど、ここの滋賀の森山の水春がいいんですよ。水春温泉施設なんですけど、温泉の種類もめっちゃありますし、まあ、僕は初めて行ったんですけど、この琵琶湖が一望できるっていう、たまんないですよね。はい、皆さん今日も一日いかがでしたでしょうか。自分の故郷の滋賀のいいところをちょっと10個ご紹介してみました。たまにはねこうやって1日かけてね田舎でゆっくりするのも本当に、ってことで僕はもう温泉整えしすぎてたのでちょっともう眠たいです。もう寝ます、早く帰って。バイ。 Thank you for watching. You can hit like, share and subscribe, and I'll see you on my next one. 3B